シデイ・ベルアッペストラムはアルジェリアのシディ・ベルアッペス市内を走る路面電車。2017年から営業運転を開始し、アルジェリア各都市の路面電車と同様にセトラムによる運営が行われている。混雑解消や公共交通機関の充実を目的に主要都市に軌道交通を建設するというアルジェリア政府の方針の一環として各地に建設が進んでいる。 路面電車の一つ。工事は2013年6月22日から始まり、トルコの企業であるヤプメルケジが建設の受け負いを実施した。そして2016年12月から試運転が始まり、翌7月25日に開通式が行われた後7月26日から営業運転を開始した。2020年現在の路線延長は13.8。 キロメートルで、そのうち北部には、新興開発地域を一周するループ線が存在し、南バスターミナル電停始発の列車は半時計回り、カスケード電停始発の列車は時計回りに走行するが、ループ線を経由しない運行も可能な構造となっており、2019年時点で利用客が少ないループ線区間を省略した系統の導入も検討されている。 限定数は22カ所で、そのうち16カ所には、券売機が設置されている。運賃は片道30ディナールで、30日間、利用可能な定額制カード、トースサールの利用も可能である。列車の運行間隔は、ラッシュ時は10分間隔、それ以外は15分間隔を基本としており、5時30分から22時台まで列車が設定されている。 また、ラマダーンをはじめとした特別ダイヤが設定される時期も存在する。開通に合わせて、バスの路線網の再編が行われ、シディベルアペストラムとの接続性が重視されたこともあり、利用客は1日あたり約5万5千人という高い水準を記録している。下にス4 0にシディベルアペストラムに在籍している営業用車両は、フランスのアルストムが設計。 部品製造を行い、同社が出資するアルジェリアのアルシュタルによって、最終組み立てが実施された、超低床電車の下タディスである。全車とも両運転台の7車体連接車で、車体の塗装は、沿線の小麦畑にちなみ、黄色がかった小麦色で塗られている。車内には、空調装置や監視カメラに加えて車椅子用のフリースペースが設置されている。 2013年12月に発注が行われ、2019年、現在30両が在籍する。主要所言は、以下の通り。2019年の時点で、シュディベルアップストラムには、南バスターミナル限定から南方にある、大学方面へ向かう路線の延伸計画が存在しており、開通後の総延長は 17.8km となる予定である。ありがとうございます。